ハンス・ユットナー。1944年、ハンス・ユットナーは、ナチス・ドイツ親衛隊の高官12ある親衛隊の本部の一つ親衛隊、作戦本部の本部長を務めた。最終階級は、親衛隊大将及び、武装親衛隊大将。ドイツ帝国、ポーゼンのシュミーゲルに生まれる。ギムナジウムを終了した後、第一次世界大戦中。 ドイツ陸軍に属して従軍した。1915年に少尉に昇進したが、敗戦後の1920年に陸軍から解雇された。その後はセールスマンとして働き、1928年からフリーランサーとなった。1933年にブレスラウの大学で体育教師となった。この時に突撃隊と新衛隊に入隊。 1934年には、ミュンヘンの SA 訓練所の所長となった。1935年以降はもっぱら、親衛隊員として活動し、後に武装親衛隊となる親衛隊特務部隊に参加した。1936年9月に、親衛隊少佐に、昇進の上、親衛隊特務部隊のベルリンの司令部に配属された。ユットナーは、 新衛隊特務部隊の予備隊の監督を務めた。1940年に入った頃には、ユットナーが、司令部の中でも、最も有力な人物となっていた。1940年8月15日、武装新衛隊の作戦指導と、一般新衛隊の入営前、退役後の指導、教育を任務とする司令部として、新衛隊作戦本部が新設された。 ハインリヒヒムラーが新衛隊作戦本部本部長をしていたが、実務は、ユットナーに委ねられた。戦時中であったため、武装新衛隊の指揮権は、実質的には、国防軍が握ったが、武装新衛隊隊員の訓練、配属先の決定、戦線配置、昇進、除隊決定などは、新衛隊作戦本部が握っていた、ため重要な部署であった。 強制収容所の維持に当たっていたリヒャルト・グリュックス、率いる、新衛隊独狼部隊もはじめ新衛隊作戦本部の管理下にあったの管理下へ移されている。1942年6月にユットナーは、新衛隊大将及び、武装新衛隊大将に昇進した。1943年1月30日には、ヒムラーから新衛隊作戦本部長の座を譲られて、 正式に新衛隊作戦本部長となっている。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に際して、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーが国内予備軍の司令官に命じられると、ヒムラーはユットナーを代行に任じ、国内予備軍の実務は彼が握るところとなった。1945年5月17日にイギリス軍の捕虜となった。 戦後、1948年に、懲役10年の判決を受けたが、翌年には4年に減刑された。その後は、バイエルン自由州のバートテルツでサナトリウムを経営した。1965年に、同地で死去。 柴健介著、武装 SS ナチスもう一つの暴力装置85ページ ISBN 978から40億6258万397、柴健介著。 武装 SS ナチスもう一つの暴力装置110ページ ISBN978 から40億6258万397ハットマーク CU アジャーチョアルゲマイネ SS19 ページ ISBN978 から0 7 6 4 3 0 1 4 5二 a b c d e f g h クラウス D パッツィオールチョリタークロイズトレジャーで クリグスバディエンシュトクロイジズ1942から1945209ページマーク CU アージャーチョアルゲマイネ SS14 ページ ISBN978 から0764301452ありがとうございます